こんにちは。お世話になっております。牧下一族列伝の新京都編、ラスト一個手前ですね。36回目の今回はこちらの赤ちゃんの回になります。まあラストはね、踏み台王様で行くっていう話をいつだったか忘れたけど結構前にしてたんで、その一個前にアクアちゃんをっていうのは別に決めていたわけではなくてね、やっぱさ、アクアちゃんについて語るってなるとかなり心の準備が求められるというかね、なかなか軽い気持ちではねできないとこなんで、やっぱマリンちゃん、アクアちゃん、海大王様はそういうとこあるのよね、俺にとってね。まあこの新京都編のね、順番は世代とか家系とかのバランスを考えて組み立ててきてはいるんですけど、それでもマリンちゃんを21回目にやったっていうのは結構頑張ったよなって今振り返ると思いますね。謎の振り返りですけどね。さあ、アクアちゃんですけどね、この顔グラね、最初にお家に迎えた時は、ああ可愛い子が来てくれたなって感じただけだったと思うんだけど、こう最後までね終えた今見ると、ああってなんか最もいろいろな感情を想起させる顔グラになったかもしれないですね。ほんとなんかね、特別な顔グラだな。まあ一族でね引いた顔グラは全部そうっていう言い方もできると思うんですけど、いろいろあったからねまあ印象としてはね、おしとやかそうな感じではあるんだけど、この赤髪と赤目っていう燃えてる感じですよね。どこが特徴かなって。多分ね、少なくとも赤髪じゃなかったら憲法家にはならなかったんじゃないかなとか、ここのね色が変わってくるとだいぶ似合う職業とか含めてね、印象も変わってくる気がしますね。で、人気投票の結果ですけど、まあ、1回目の時はいなくて、2回目の個人部門が22位、更新部門で26位と。もう物語上ね、ものすごい重要な役どころというかね、終盤の流れで完全にヒロイン的な立ち位置になったはずなんだけど、それでもこの順位かっていうのがどんだけ層厚いんだよっていうね、逆にすごいなって感じさせる結果だなと思いますけどね。アクアちゃんで22位かっていうね。で、ご家族としてはお父さんビシャ、お母さん裏玉のイオ様ね、ベストカップルですよね。この二人のお子なんだもんな。で、旦那さんが雷王獅子丸様で、お子がみっちりちゃんと。なんか、ああ終盤だなっていうね感じしますよね。雷王獅子丸様はね、男神様全体の中でもナンバー2ですからね、奉納点ね。1位が氷の王子なんで、氷の王子解放できてなかったからね、まあ、一番強い男神様にね行ったっていう形ですけどね。じゃあ赤ちゃんについてね話していきましょうか。まず名前をね付けた時のことだけど、ちょっとね迷ったのよね。マリンちゃんともう完全にセット感というか、一個前に青龍家にねマリンちゃんが来てて、これで濁流家に女の子が来たらアクアっていう名前にしようってもう決めてたんですよね。で、来たんでそのまま行ったんだけど、青龍と濁流はもう双子だったからね、コンビにできることは決まっていたわけですけど、それ以降って性別とかはさ、俺がコントロールできる部分じゃないじゃない。たまたま一緒になることが多くてね、青龍家と濁流家はね。光龍とペキちゃんとか、さやかランカですよね。さやかランカすごいいい感じにハマったん で、それ以降はね、にじむちゃんとつなみ様とか、こなさん、びしゃとか、あんまりコンビ感にはこだわらない感じのね、世代が続いてたんで、機会さえあればもう一回見たいな、とかね、思ってたんですけど、ちょっと強引だったかなっていうのもあって、マリンちゃんはさ、
マリンちゃん単体でもマリンちゃんだと思うんですけど、まあ、最初にね、来たからそうつけたわけでね。ただ、アクアちゃんは単体であれば、まあ、髪もね、赤ですしね。多分また別の名前にしていたんじゃないかなっていう気もして、そこでのちょっとした瞬瞬みたいなのはあったよね。まあ、今だから話せることですけど。ただまあ、マリン、アクア、で次はね、海大王様ですから、それの名付けからね、海洋ロマンス世代というね、世代のカラーがね、決まった感じもありますし、最初はね、しぶき丸、一つのしぶきだったものが広大な海へ、みたいなね、ドラマ性もあって、ドラマ性っていうか勝手に言ってるだけだけど、うん、まあ結果的には良かったかなとは思ってますけどね、アクアちゃんっていう。ただマリンちゃんより先にアクアちゃんが来てたらなんてつけてたのかなっていうのはちょっと自分でも気になるね。で、職業はまあ候補としてはね、世代としては弓使いナメシチ、踊り屋ナイアガラ様で、剣士マリンちゃんって来てたから、お父さんと同じ大筒か、なぎなた小足や槍あたり、槍はちょっとね、レツカ様のお子がどうなるか分かってなかったから、選びにくかったかなっていうのはありますけど。まあ選択肢としては豊富でしたけどね、アクアちゃんの時はね。ただレツカ様のね、回でも言ったと思うんですけど、赤髪憲法家女子、割とやってみたくて。ここはね、結構すんなり選んだ記憶があるな。完全に趣味ですけどね。まあ、憲法家じゃなかったら、小足屋か、なぎなたか。ナイアガラ様がね、いなかったらね、踊り屋行ってたんだろうな、とか、思いますけど。まあ、なんだかんだ、うちの一族、憲法家少なかったですもんね。光竜、さやかちゃん、さくらちゃんですもんね。まあ、この世代で見れて、よかったかな、と思ってますけど。まあ、いろいろ可能性はあった、ということですね。さあ、じゃあまたいただいたメッセージを見ながらね、話していこうと思います。頼光一党との戦いで憲法家の頼光公の三連撃を全て避けた時にかっこよくて大好きになりました。頼光公ってすごい久しぶりに言った気がする。可愛すぎるアイドル憲法家としてデビューの後、生命戦でマリンちゃんと完璧な前衛スイッチを決め、晩年には最終世代の新ヒロインとなったアクアちゃんに一票。2回目の生命戦の時にカゲロウを使っていたとはいえ、連撃を全て避けたアクアちゃんがかっこよすぎて惚れました。大王様が言ってしまった後、忠誠が下がらなかったことや茶器重要のセリフなど、グッとくるものがたくさんあって大好きです。結構先行試合でね、ファンを増やしたんだなっていうねことがわかりますよね。もう前衛スイッチはでもかっこよかったよね。結構考えたもん俺やっぱ前の世代ではね、やってないことをやってあげないとその世代の特徴になんないから、そういう意味でね、後ろの世代はどんどん厳しくなっていったっていうのはありますけど、まあなんとかハマってね、ここで上げてもらえるようなね、見せ場の一つになったかなと思うんで、よかったですよね、あの作戦ね。じゃあこっからちょっと同系統のやつなんで、一気に何個か読んでいきます。おてんば憲法家アイドルとして活躍した若手時代から、慈愛あふれるみんなのお母さんになった悲願達成の前後まで、すべてが愛おしいです。稲葉さんが主典討伐を1月頃と決めた時から、アクアちゃんが2歳まで生きてくれれば呪い解けるんじゃないかと期待していながらも、諦め半分といったところだったので、アクアちゃんの遺言を聞くことも没年月を見ることもなく、悲願が達成されたのはとても嬉しかったです。続きます。マリンちゃんと海大王様を見取り、牧下家が超える最後の屍になろうとした彼女、そしてそんな悲しい運命へ突き進むアクアちゃんを助けようとする最終世代の子たち、最終盤の展開は本当に燃えました。パートが進むにつれ、私も彼女を見ると心が痛み涙が出そうでしたが、本当に生きてくれてよかったです。一番ドラマみたいなものを感じた子で大好きになりました。もう一つ、マリンちゃんが天に昇った時、きっと天界でもアイドル活動をアクアちゃんと一緒にするんだろうと漠然と思っていたのですが、海大王様の遺言を聞き、何かが急に変わりました。どうにかしてアクアちゃんは生き残れないものか、
濁流家は辛い持ち回りが多すぎるだろうと。ですから稲葉さんの決断を非常に嬉しく思いました。当時のコメ欄ではナメハチも厳しいのではないかという意見が多かったので、あの討伐が成功して本当に良かった。今ではその発酵めいた微笑みを携えた顔も未来を見据えた優しい眼差しに思えます。まあここですよね、アクアちゃんはね。ウレシカってやっぱ一族系シミュレーション的なね要素もあるんで、どのタイミングで最終決戦に臨むかっていうのを計画練らないといけないんですよね、プレイヤーがね。それは言い換えると、どこまでの一族は諦めるかっていうのを決めておく必要があるってことで、まあマナ姫はじめね、難関と言われるポイントは他にもあるんでしょうけど、ある意味俺しかで最もきついのはここかなってね、俺は思いますけど。でも一回線を引いたんですよね、マリンちゃん、アクアちゃん、海大王様までは諦めるっていうね。ナメハチ以降の世代で終わらせるっていう風に決めていたんですけど、しんどくてね。ここで書いてる感じの心境でしたよね、これもね。ただまあ計画通りにやるほかないよなって思ってたんだけど、やっぱりタイミングとしてはここですよね。海大王様の遺言聞いたときね、健康度下がる順番が入れ替わったんですよね。基本女子より男子の方が寿命短めになるという傾向はあるので、その絡みでね同時になっちゃったりとかはね、これまでもあったんだけど、本来の順番が前後するっていうのはこれっきりのはずで、まあ本当俺もね、海大王様が亡くなった時に、あ、これはこのタイミングで行けって言ってんだなって思ったんですよね。海大王様の遺言って完全に総括になってるんですよね、ゲームのね。もう最後っぽい遺言言っといたから、ここで決めたら綺麗だよって海大王様に言われている気がして、だからここでね急に計画を変えて突っ込むことにしたんですよね。もし順当にアクアちゃんが海大王様より先に健康度下がっていたら、まあ受け入れてたと思うしね。ここはもう本当ドラマですよね。そうなんだね、当時はナメハチも厳しいって言われてたんですね、コメントでね。まあでもこれはね、実況動画とかに限らず、まあいろんな人の声が集まるところではありがちな話で、基本目立つのは心配性の人の声なんですよ。多分キプレイの人でね、まあいけんじゃないかなって思ってた人もそれなりにいるんでしょうけど、そういう人はコメントしないから見届けますからね。この状態で行くのは不安要素あるよって思ってる人しかコメントしないから、だからキプレイじゃない人から見るとすごい俺が困難に立ち向かっているように見えるっていうか無理なことをやろうとしているようにより見えちゃうっていうかね。まあ俺的にはそっちの方がいいですけどね。厳しいだろうって言われてる中でやってのけられたっていうことになりますしね。逆の方がきついでしょ。もう行けるのになんで行かないんだって言われるような状況が一番まずいと思うんで、だから気持ち早めに行かないとなっていうのは当時も俺思ってたはずですけどね。だからそういう意味でも海大王様がね果たした役割っていうのは本当に偉大なんですよね。ね、新京都編の最後海大王様でって取っておきたかった気持ちをわかるでしょ。ちょっと喋っちゃいましたけどね、ここでね。続いて、先に氏神として天に昇り烈火を迎えた父、毘沙丸とは真逆の生き方という点も印象的でした。濁流家の子はね、ほんとどの子もねドラマ性に満ち溢れていて、濁流家はねとにかく寿命を当主家に合わせてくることでねおなじみで、それが3代続いていたわけですけど、毘沙はそれをせずに当主家より先に亡くなったんですよね。
ただ氏神になってる司様と共に一族を見守り続けたと。これもし美写とね、烈火様が同時タイミングだったら、美写は氏神にはなれなかったはずなんでね。まあ真逆というかね、最後に生き残ることができたアクアちゃんとね、母を守るために戦ったミチルちゃんと、まあやっぱ濁流家はみんなドラマ作っちゃうなってね思いましたけどね。次、アクアちゃんには大しぶき丸様の遺伝子、体の火の素質が裏素質として受け継がれていましたね。最終戦の後、悲願達成の報告を聞くアクアちゃんの中で、大しぶき丸様の魂の一部も一緒にその報告を聞いていたのかな、などと想像すると、本当にすごいドラマを見たなと、改めて感動してしまいました。良い遺伝子の方を引きやすいしっかりモードなのに、ずっと初代の遺伝子が残り続けているのはすごい確率です。そうなんだね。これ調べてみたんですけど、大しぶき丸様の遺伝子を最後まで保持し続けていたのがアクアちゃんなんですよね。他の家系ではね、もっと早めに亡くなっているし、でミチルちゃんにも行ってないんだよね。だからアクアちゃんが生き残らないと初代の体の火は残らなかった運命なんですけど、そうか、残ったのかっていうね、あーロマンだなーって思うと同時に、表に出なくて本当に良かったなって最終局面でね、最初期の遺伝子表出するのもきついよね。これはどうなんですかね、やっぱモードによっていい遺伝子の方が表に来やすいとかあんのかな。完全に2分の1だとしたらちょっと冷や汗出てくる感じしますけどね。まあすごいドラマだったよねって今言えてるっていうことでね良かったなって思います。はい、で次からはまた追加でいただいたものですね、紹介していきます。海洋ロマンス世代の最後を見届け、最終世代の未来を一緒に生きていく、濁流家のあれを全く別の形に昇華したのがアクアちゃんでよかった。また命を散らさぬようにと願いを込めたミチルちゃんがお母さんの命を散らさぬように最後の戦いに赴くのもロマンシングでした。ね、みちるちゃんの名付けも本当良かったですよね素晴らしい名付けですね。あの最終決戦は正直ちょっと頭に浮かんで、でもやめておいたことがあって、せっかくなら自分で行くかいってね物語としてはさ、みちるちゃんが行くっていうのが非常に綺麗というか、やっぱロマンシングですし、アクアちゃんをね、大山の時のペロミちゃんに重ねられる部分もあって、すごく運命的ではあるんだけど、でもちょっと綺麗すぎるかなっていうのもあってね。アクアちゃんバリバリの武闘派ですから、守ってもらうヒロインに収まるよりね、戦うヒロインであってもいいのかなって。海洋ロマンス世代代表としてね、自ら呪いを解きに行ってもいいかなーっていうのは考えたりはしたんだけどね、ミチルちゃん外してね。ただ健康度下がると、能力も下がっちゃうし、1ヶ月前倒しもね、爆裂たちの育成状況を考えるとしたくなかったしね、あんまり現実的じゃないかなって。でアクアちゃん自身言っちゃうとね、本当にミチルちゃんの出番が一切なくなってしまうんで、氷の王子をすりつぶしただけの娘で終わってしまうから、さすがにやらなかったけどね。ただ状況が許すのであれば、ちょっとアクアちゃんで行きたかったなっていう自ら運命を切り開く赤ちゃんの姿もね、見たかったなっていうのはね思いますけどね。なんで6人パーティーで編成させてくれないんだ。ナメハチもね含めてね、全員で行きたかったですけど、本当に。もう一つ、オレシカの一族にはセリフや筋書きが一部しか用意されていないのにもかかわらず、生き様だけでドラマを完成させたお子だと思います。エンドロールでアクアちゃんに没念が入っていなかった時には鳥肌が立ちました。同世代のことをお別れし、残されたアクアちゃんを思うと胸がキュッとなりますが、呪いの解けた人間として残りの時間を穏やかに幸せに過ごしてほしいです。別れ際がドラマチックすぎる濁流家系ですが、アクアちゃんが生き残るエンディングが一番ドラマチックで感動的だと思います。
ですよね。エンドロールって何もなくてもね、こう今までの一族がね流れてくるんで感無量になるポイントだとは思うんですけど、やったーってねここでなるのはなかなかね狙っても難しいというかね、むしろもともと狙っていなかったからこそカタルシスに、ね、なっているっていうのもありますしね。ここでね感動的だったってね言ってくれていますけど、オレシカって結構特殊で、まあゲームやっててさ、エンディングで感動するっていうのはあるじゃないですか、多々あることだとは思うんですけど、それってゲーム側で用意してくれているストーリーとかね演出とかそういうものに対してっていうことの方が多いですよね。そういう意味だと俺しかゲーム側として用意してくれているものって割と簡素なんだけど、でもね自分の選択とかそれまでのプレイングの積み重ねでゲームのクリアした時の感動ってここまで大きくなるんだなって、あんまり他のゲームでね感じたことがない種類の感動だったかなってね思いますけど、自分自身ねすごい胸がいっぱいになりましたし、動画を見てくれている人からもね感動したって言ってもらえるような初プレイを送れて本当に幸せだったなとね今でも思ってますね。はい、で最後です。更新部門ね、ライオシシマル様とアクアちゃんへのメッセージですが、一個だけ来ているのでまあちょっと紹介してね。美少女と獣人好きです。マリンちゃんとお揃い感も好きですっていうね、まあ、やっぱお揃い感というかね、アクアちゃんはライオシシマル様、マリンちゃんは虎のね神様のね広告店ホエマル様に行ったんですけど、ただあの男神様の並び見るとね、マリンちゃんアクアちゃんを抱えたプレイヤーとしてはあの二人に行くしかないかなって思いますけどね、迷う余地一切ないなって思った記憶ありますけど、優しそうだしねシシマル様ね。でそこで生まれてくれたお子もねミチルちゃんっていうね獅子のような女子だったんで、蓮之介もねあえて言えば虎のような男子だったしね、まああの奉納店のとこにね獅子丸様と広告店ほえ丸様いてくれてよかったなって思いますよね。はい、ということで終わってしまいました36回目。次で正真正銘最後だね、終える時が来たかしっかりとねやり抜きたいと思います。はい、それではまた次回37回目の新京都編でお会いしましょう。さようなら。